私がこうして生きてられるのはリリの決断とクレハさんの治療のおかげってわけ。俺だって頑張ったんだぞ。で、その後いよいよアラバスタに上陸したってわけだ。そういや、上陸する前にお前らなんか不気味なもん釣り上げたんじゃなかったか。ボンちゃんだな、あの変態野郎が。変態だと？そいつは聞き捨てならねえな。冗談じゃないわよ。左手で触れればほーら元通り。これがあたしの食べたマネマネの実の能力よ。おねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でもこれだけは忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係ナッシング。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレイ様。ミスター2？ あいつがミスター2ボンクレイ。厄介な奴を取り逃がしちまったな。今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろ。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど、これを確認すれば仲間を疑わずに済むわね。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。アラバスタ王国では国王を疑う反乱軍がついに挙兵。秘密犯罪会社バロックワークスによる王国乗っ取り計画は大詰めを迎え、バロックワークスを操る男クロコダイルのアジトでは主要エージェントが顔を揃え最後の指令を受けていた。しかし一人だけ指令を受けられなかった者がいた。ミスター3を名乗るその男は体から絞り出すローを好きな形に固められるドルドルの実の能力者。この男は事前にビビと麦わらの一味の抹殺を命じられていたが失敗し、クロコダイルの怒りを買って生死不明の状態に追い込まれたのだった。一方、反乱を止めるためアラバスタに上陸した麦わらの一味は猛然とクロコダイルのアジトに乗り込んだが敵の罠に陥り、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップが檻に入れられてしまう。間もなくしてバロックワークスの副社長ミス・オールサンデーによってアジトに連行されてきたビビはルフィたちを助けようと奮闘するが、クロコダイルのスナスナの能力の前にはなすすべがなかった。ルフィたちが入れられた檻は悪魔の実の能力を奪う回廊石でできている上、徐々に海水が入ってきてルフィは力を出せない。檻の鍵もなく途方に暮れるビビ。その時ミス・オールサンデーが持つデンデン虫の呼び出し音が鳴る。聞こえてきたのは謎の男の声だった。プル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 。こちらクソレストラン。てめえ一体何者だ。俺か。俺はミスタープリンス。うわ、捕らえました。この妙
男をどうしましょう。サンジさん、そんな。そこはどこだ、場所を言え。レインディナーズというカジナの正面ゲートです。サンジ、ガシキャン。こりゃいい、行くぞ。店の正面ゲートだ。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい。プリンセス、野郎どこへ来やがった。ミスタープリンス、必ず見つけてぶち殺してやるぜ。ああ水が、死ぬ死ぬ。ギャー、よし待ったか。バカやってねえでさっさと鍵を探せ。よかった。ナミスワーン、惚れた。はいはい、惚れたからさっさとここ開けて。ドルドルボール解除。ろうそく人間。あの雑魚ども、もう許さん。即刻この手で皆殺しにしてやる。能力者っていうのは厄介なリスク背負ってんな。クロコダイルはどこだ。近くにいるはずだ。うまく合流できるといいな。よし、急いでみんなを探すぞ。反乱を止めてんだろう。さあ、急がねえと間に合わねえぞ。これはナミさんの匂い。ナミさーん、今行くよ。
雑魚どもが俺から逃げられると思うな。向こうで誰と戦ってるの？ルフィたちか。やっと見つけた。よし、俺だって頑張るんだ。一緒に戦うぞ。なんだ、こいつも麦わらの一味か。やっちまえ。もうすぐこのくだらねえ王国が死ぬ。国民の反乱によってな。実にバカが多くて仕事がしやすかった。人のこと迷子とか抜かしやがって。ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分やろ。それ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。干からびろ。海賊の格が違う。ゴムゴムの貴様、デザートラスパー。いい砂の乾き具合だ。サーブス。ゴムゴムのいい砂の乾き具合だ。ゴムゴムのよっ、俺を誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにはよ。苦しそうだな。だが時期に楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。 D？
どうやら無駄な質問みたいね。